この川、雰囲気が他の場所と違いますね。まさかここはトラキアタイガー？トラキア？リーフの世界の地名ですか？ああ、僕の知っている場所によく似ている。とても美しくて広大な川だった。同時にそこを巡って何度も戦いが繰り広げられていた。こんな綺麗な場所が戦場に。僕はそこで軍神とも呼ばれる天才軍師サイアスと戦ったんだ。聖戦士トードの再来と言われる武人ラインハルトもいて、彼も強敵だった。とにかく本当に苦しい戦いだった。もうダメだと何度思ったことか。どうしてそんな場所がここに？僕にもわからないけれど、ここからは何か強い力を感じる。これはきっと君に与えられた試練なんだ。試練ですか？僕とここで戦ってほしい。ここで君がこの試練を乗り越えることができれば、僕たちの絆はさらに強くなる。それはこの先の戦いになくてはならない力を僕に与えてくれるだろう。リーフと戦うこと、それが試練なんですね。わかりました。全力でお相手します。ああ、よろしく頼む。僕は逃げも隠れもしない。さあ、かかってこい。俺の舞台だ。
ズコじゃ。指示をくれ。今だ、橋を落とせ。出番かい？乱されないさ。平和のため戦おう。Yeah.
選んで。すみません、ユナカ撤退しますぞ。美しく弾けるうちに撤退しよう。星となるのが運命でも、今は逆らうよ。いたよ。準備はいい？もちろんです、リーフ。いつでもどこからでも来てください。それじゃあ始めようか。正々堂々全力の戦いを。強くなったね。初めて出会った時とは別人みたいだ。そんな、私はまだまだですよ。これからもどうか共に戦い、導いてください。導くか、なんだか分かった気がする。どうして僕の試練がここだったのか。どういうことですか？王子とは言ってもまだ未熟な指揮官だった僕は、
大きな判断を誤ってしまうこともあった。そんな僕にあのタイガを見つめながら、ある人がこう言ってくれたんだ。一度流れた血は元には戻らない。大事なのはその血をいかに価値あるものにするかだって。人生は選択の連続だ。過去の行いが正しかったのか間違っていたのかなんて誰にもわからない。だけど未来を良いものにすることはできる。いや、しなくてはならないんだ。それが人を導く者の責任だ。僕はこの地でそれを学んだんだ。その話を聞かせてくれてありがとうございます。リーフのことがまた少し分かりました。私は必ず世界を救い、良き未来へと導きます。どうか戦いの終わりまで見届けてください。ああ、約束するよ。この美しき大河に誓って。